壇上から浜田議員を睨みつける寺内陸将、奥が広田総理腹切り問答とは、1937年1月21日に帝国議会の衆議院本会議で浜田国松と寺内敏一陸軍大臣との間で起こったやりとり、切腹問答、滑腹問答とも言う。これが原因で広田内閣は総辞職した。この日、 第70回帝国議会において、立憲政友会の浜田国松衆議院議員が、近年の我が国情は特殊の事情により、国民の有する言論の自由に圧迫を加えられ、国民はその言わんとするところを言えず、わずかに不満を漏らす状態に置かれている。軍部は近年自ら故障して、独裁強化の政治的イデオロギーは常に等々として、軍の底を流れ、時に、 文部務順の堤防を破壊せんとする危険があると2.26、事件以降の軍部の政治干渉を通列に批判する演説を行った。この時浜田は議員歴30年、前衆議院議長という議会の長老で、それだけに、この演説は党派を超えて多くの議員をうならせるものがあった。これを聞いた寺内陸将は、答弁に立って、あるいは軍人に対しまして、 いささか分別されるようなごとき感じをいたすところの、お言葉を受けたまわりますがと険しい表情で反爆。ところが、浜田が二度目の登壇で、私の言葉のどこが軍を侮辱したのか事実をあげなさい、と逆に質問をしたため、寺内は侮辱されるがごとく聞こえたと言い直した。それでも、浜田は三度目の登壇で、即記録を調べて私が軍を侮辱する言葉があるなら、 活服して、君に謝罪する。なかったら、君が活服せよと、激しく出らないに詰め寄った。これに、寺内は激怒、浜田を、壇上から睨みつけたため、議場は、怒号が飛び交う、大混乱となった。政府は、収集策を乱すために天皇に最下を仰いで議会は、翌日より定会となった。寺内は、政党が、自局に対して、認識不足として、 政党に対し反省を求める意味で、議会解散を強く、広田首相に要求、解散しないなら単独辞職すると言い放った。総理は元より、海軍予算の成立を急ぎたい、長野治海将が寺内の説得に乗り出したが、へそを曲げた寺内は結局これに応じず、広田は、閣内不統一を理由に、内閣総辞職した。ありがとうございます。